今回はなかなか細くならない足、なかなか取れないお腹の脂肪、そこを毎日たったの4回好きなタイミングでやるだけでかなり痩せてきます。今回の動画を最後まで見てもらうことで、たったの4回で痩せるって何をすればいいのか、細くなりにくい足、なかなかへこまないお腹、どうすればいいのかというのが分かってきます。最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、気になる太い足とお腹、そこを徹底的に改善していきます。1日好きなタイミングでたったの4回、とにかくシンプルに継続すれば変わってきます。今回その4回のエクササイズをより効果的に効かすために、1種類の簡単な腹筋、1種類の簡単なストレッチ、それを含めた上でやっていきます。今回できれば用意していただきたいものが2つあります。1つタオル、2つ椅子、できれば今から用意してください。待ってます。椅子がない方は椅子ぐらいの高さの台、それでも OK です。もしそれもないよっていう方はもう最悪床でも OK です。できれば椅子を用意してもらった方がふくらはぎが細くなります。それではまず腹筋からやっていきます。腹筋の際にはまずタオルを使います。もしなければクッションなどでも OK です。やっていきます。はい、このタオルを折り曲げて膝裏に挟みます。こういう感じです。膝裏にしっかり挟んだ状態で手を前に伸ばして、このように転がります。腰をしっかり丸めてしっかり起き上がっていきます。これをまず1分間一緒に転がっていきましょう。いきましょう。膝にタオルを挟むことで足の反動を使わずに起き上がることができます。よりお腹に効かすことができます。もし布団やベッド、床じゃないとかで行う場合は舌が柔らかいのでちょっと起き上がりにくいとは思いますが、揺れるだけ、こういう感じで揺れるだけでも OK です。タオルがない人はしっかり膝を曲げて行っていきます。これだけでもしっかり腹筋鍛えられます。腰のストレッチにもなります。少しです。はい、OK です。次に足が太くならないように、細くなりやすくするように前ももをストレッチしていきます。タオルを片足の膝の裏挟んで、こういう感じで引き寄せます。タオルを挟むことによってより前ももがストレッチされます。これを左右30秒ずついきます。いきましょう。スタート。しっかりね、胸を張る。お尻が出るとストレッチされないので、お尻を前に出す感じで胸を張ってください。しっかり胸を張ってかかとをお尻につける感じです。しっかり前もも伸びているでしょうか。あまりに痛かったらこれぐらいでもいいです。無理しないように伸ばします。反対いきます。しっかり胸を張って、床が硬い場合膝の下に柔らかいものを置いてください。伸ばされます。前ももが伸びるとリラックスできて眠りも深くなります。好きなタイミングでやってください。はい、 OK です。今の2種目で腰のストレッチ、お腹を締める力、前もものストレッチができました。
今度は椅子を使ってたったの4回一緒に動いていきましょう。はい、やり方としてはグラグラしないように椅子に手をついてください。この状態で3分の1ぐらい前体重です。これでももを上げる、ももをお腹につける感じで腹筋を使う。足を動かすことによって大腿直筋、ふくらはぎのストレッチ、そして適度にふくらはぎを使う。今の3つが行えます。ふくらはぎを細くする場合は適度にストレッチ、適度な負荷、適度に動かす、この3つがポイントです。適度な負荷というのは体重を椅子に少し乗せてふくらはぎを動かしますから、全部体重が ふくらはぎにかかっているわけではないです。ですが走るとか飛び跳ねるとかそういった場合、全部体重がふくらはぎにかかってしまうので、ふくらはぎを細くするためには NG です。ですが全く動かさないっていう場合も、むくんだり筋肉が凝り固まったりして太くなってしまいます。なので椅子に体重を乗せてふくらはぎの負荷を軽くさせて動かすっていうのがふくらはぎ痩せのポイントです。そして今回20秒動く、10秒休むっていうのを4回します。合計2分です。少し肘を曲げた状態で動くことでしっかり上半身も使えます。全身痩せに効果的です。椅子がない方は台でも OK です。それではいきます。スタート。ペースはこれぐらい、太ももはまっすぐ動かしてください。20秒間とにかく一生懸命。はい、休みます。10秒があっという間ですよ。2回目いきます。スタート。ゆっくり動いてください。下に響く場合はゆっくりです。肘を曲げると上半身も結構辛い。はい、休みます。あと2回。息がしっかり上がればね、脂肪燃焼します。それではいきます。スタート。これをするとですね、ふくらはぎのむくみが翌日全然違います。そして息が上がりますから体力がつきます。はい、休みます。ふう、息上がってくる。あともう1セット。はい、スタート。息が上がりますね。たったの4回、なんて素晴らしい。毎日4回だけでいい、楽勝でしょ。 OK。 ちょっと歩きます。あの4回。 OK。 お疲れでした。もうフードがね、乱れちゃいました。今のね、たったの4回、2分、そしてこの2分をより効果的に行うために腹筋とストレッチ合わせて4分です。たったの4分。日常的に筋トレをしても息の上がるってことをね、してる方は少ないと思います。やはり短編なトレーニング、動画を見ながら布団やベッドの上で行えるエクササイズではあんまり息が上がらないので、しっかり息を上げるということでより脂肪燃焼できる体ができてきます。で、今の2分を効果的に行うために初めに行った腹筋とストレッチ、脂肪燃焼効果が上がる、カロリー消費が上がる、そして心肺能力が上がる。そうすることで体力がつきますから、体を動かすことが苦痛じゃなくなって、徐々に体を動かすことが好きになる、体力がついたことを感じる、そういったことでどんどんね、欲が出て体を動かす時間、体に気をつける生活というのが身について体が変わっていきます。ですので、たったの今の4回ですが、ぜひね、日常的なルーティーンに取り入れてもらってやってみてもらえたらと思います。
頑張った方はよかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いします。各種 SNS 行っておりますので、説明欄からリンクのフォローもよろしくお願いします。体のビフォーアフターまたは質問などはできればツイッターの投稿ハッシュタグタートルフィットネスとつけてもらって、フォローしてない方はよかったらツイッターのフォローもよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。